皆さんこんにちは、 JH1CBX 雅子です。今回は IC705 の基本的な操作をご紹介いたします。それでは早速準備していきましょう。準備ができたら、いよいよ運用開始です。それではまず、7メガの SSD で運用したいと思います。バンドやモードはタッチ操作で選択することができます。スマホ感覚ですね。チューニングステップもワンタッチで変更することができますよ。メモリーネームの入力もスマホ感覚で楽々、タッチパネルならではですね。またメニュー画面もグラフィカルでとても分かりやすくなっています。基本的な操作なら取扱説明書を見なくても大丈夫そうですね。次に IC705 の魅力の一つ、リアルタイムスペクトラムスコープでバンドの様子を見ていきましょう。信号はリアルタイムで表示されるので、コンディションも瞬時に把握できますね。どこに信号が出ているのか、空き周波数はどこにあるのか、一目瞭然です。ここに強力な信号が出ていますね。早速応答してみましょう。ダイヤルを回しながら耳を頼りに信号を探す、そんな運用に慣れている方にはこのスコープは革新的。運用のスタイルが一新します。スコープだけでも IC705 を選ぶ価値がありそうですね。さて IC705 ですが、バッテリーパックでも運用することができます。このバッテリー BP27 にはID51 や ID31 と共通で使えるというのが嬉しいですね。アンテナ端子は BNC タイプ、中継コネクタを使って IC705 に接続します。はい、こんな感じになります。重量約 1.1キロ、これなら片手で簡単に持つことができますね。それでは430メガの FM で運用してみたいと思います。やっぱりタッチパネルは便利ですね。あっという間に設定できました。早速バンドスコープでバンド内を見てみましょう。呼び出しチャンネルに強力な信号が出ているのが分かりますね。指定された周波数で応答してみましょう。タッチ操作と高性能なスコープのおかげで、バンドの変更から信号の発見までがとてもスムーズです。 IC705 なら軽快にマルチバンド運用を楽しむことができますね。頑張っております。さらに IC705 は JAL が推奨するデジタル通信 D-STAR にも対応しています。デジタルモードは設定が難しいという方にも IC705 なら安心。タッチパネルで簡単に操作ができますよ。それでは D-STAR の設定の一例をご紹介しましょう。今回は大阪日本橋レピーターにアクセスして、東京の浜町レピーターから CQ を出します。まず DR ボタンを長押しします。続いて From をタッチ、レピーターリストから大阪日本橋レピーターを選びます。次に To をタッチして CQ を出す東京の浜町レピーターを選べば準備完了。最後に PTT ボタンを押して送信し、レピーターに電波が届いているか確認します。 You are と表示されたら OK です。それでは早速電波を出してみましょう。デジタルならではの高音質、小さなアンテナでもレピーター経由で日本全国はもちろん
世界各国と交信することができる D スター。 IC705 ならデジタル通信 D スターも思う存分楽しんでいただけます。楽しみにしております。それではさようなら。いかがでしたでしょうか。それでは皆さん、お空でお会いしましょう。 Be active!